日ハム育成1位川勝くん指名され大号泣。こちら育成1位の川勝くんになります。指名直後に大号泣しております。日本ハムの育成1位で指名されたのは四国の剛腕川勝空と聖光学園徳島県。関係者が笑顔を浮かべる中、会見場までの通路をおえつを漏らしつつ号泣しながらスーツ姿で移動した川勝。インタビューではとても嬉しくて涙が出てきてしまいました。とてれ笑い。一勝でも多く勝てる投手になれると良いなと思います。と決意を語った。喜びを爆発させるチームメートとの集合撮影では晴れやかな笑顔を浮かべた。育成でこんなに喜んでくれるとは嬉しいな。頑張って支配下勝ち取ってくれ。期待してるぞ。川勝くん180センチ88キロでマックス153キロ投げれるのに育成で残ってるとか笑えるわ。好きだわ。体格的に平見たくなってくれ。全部が太い。平見たいってのがわかるわ。川勝みたいな2年で注目されたけど3年でアピールできなかった選手育成で取ってくれたの嬉しいわ。松浦柳川みたいな肩幅広いタイプは活躍するはず。川勝知事ラグビー選手に見えるわ。育成1位の川勝くんいい人そう。川勝みたいな選手は根強いファンができそう。ファンサービス良ければあっという間に人気や。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。